どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話、まとめてね、やっていきたいな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、最後までご覧いただければな、と思います。 それではまずですね、こちら新千歳空港ターミナルビルですね、こちら新千歳空港温泉でね、結構有名で利用されている方ね、結構多いと思うんですけども、残念なお知らせです。2023年12月の1日より、下記の料金となりますということで、入館料ね、今まで1800円だったと思うんですけども、2600円ということで、かなりね、あの、値上げされるっていう風になりますんで、これはね、ちょっとね、残念ですけども、こういった感じになりますんで、ぜひね、 これ新千歳空港、タミルの、ね、新千歳空港温泉、ねえ、よく利用されてた方はです、ね、ぜひ、ね、覚えといていただきたいななんていうふうに思います。 それでは次にですね、先日ね、紹介させていただいた、イディアありますよね。こちらね、なんと、予告ということで、12月の13日、まあ来週以降なんですけども、イディアボーナス大放出祭のお知らせということで、どなたでも参加かの、キャンペーン中に1万円の入金で漏れなく1000円分のイディアボーナスがもらえるということで、まあこのね、イディアボーナスっていうのはね、普通にあの、入金してね、1000円分で使うことができるっていうふうになりますんで、普通にね10、10%還元っていうふうになりますので でね1万円チャージしていただければまぁ、あ、1万1000分ね利用することができてまあ一応ねあの出勤とかねすることはできないんですけどもまあこれはねかなりお得なのではないのかななんていう風に思いますのでこちらねぜひ覚えておいていただきたいななんていう風に思いますまたね開始になりましたらねアナウンサーねコミュニティなの方でねさせていただきたいなと 思います。それでは次ですね、三井住友カード V ポイント祭りね、また開催になります。こちらね、絶対もらえるキャンペーンではなくて、抽選50万名に当たる大還元キャンペーンということで、こちらね、まずエントリーが必須になっておりまして、期間がね、12月の1日から2024年2月29日っていった形になります。で、今回のね、キャンペーンは抽選ということで、絶対もらえるキャンペーンではございませんけども、抽選で V ポイントがもらえるキャンペーンっていう風になります。で、こちら 1等、ね、2等、3等ということで、1等はね、5万ポイント、えー、300名、えー、2等が1000ポイント、3000名、100ポイントが51万名ということで、51万名なんでね、こちら当たりそうじゃないですか。 で、またね、えー、ダブルチャンスということで、えー、1万ポイントが2000名ですね、えー、当たるって言った味になります。で、こちらね、条件なんですけども、エントリーしていただいて、えー、期間中に、えー、各対象カードで各月1万円以上の利用で、まあ、当たるって言った味になります。で、こちらですね、で条件1、えー、こちらですね、カー対象カードエントリーの条件に加え、キャンペーン期間中に1万円以上の、えー、分割払い、えー、リボ払い2回、 払いによるご利用の場合だとダブルチャンスということで、こちらね、先日紹介させていただきましたけども、ニトリのね、三井住友カードのね、3回以上の分割払いで1500円キャッシュバックキャンペーンやっておりますので、こちらね、利用しやすいのではないのかな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、こちらエントリーしといていただいて、 こちらはね、1万円以上ね、利用しなきゃいけないっていう風になりますので、この点はね、覚えておいていただきたいな、なんていう風に思うんですけども、まあ、利用できそうな方はですね、こちらね、当たるかもしれないっていう風になりますんでね。またね、こちらの利用先なんですけども、どんなものが抽選対象になりますかということで、え、プリペイドカードや決済アプリ、電子マイへのチャージの利用、え、三井住友カード、積立投資、ETC、各種高級料金、納税なども対象になりますっていう風になりますんで、まあ、このキャンペーン ね、三井住友カードでね、積み立投資してる方もね対象っていう風になりますんで、非常にね達成しやすいかななんていう風に思いますんでね、ぜひエントリー忘れずにしといていただければなと思います。まあ一応ね必ず当たるキャンペーンではないんですけどね、当たる可能性がね結構高そうなのでね、ぜひ参戦してみていただければなと思います。 で、次ですね、aupay のネット支払い感謝祭冬ということで、エントリーしていただいて、対象加盟店でお支払いに aupay ネット払いを使うと最大10%ポイント還元キャンペーンということで、こちら還元率にすると5%還元のキャンペーンっていうふうになります。期間が12月の1日から12月の25え、キャンペーン内容がエントリーしていただいて、加盟店で a u で、ネット払いを1回500円以上利用していただくと、最大10%ポイント還元、まあ5%還元になります。で、こちらね、1AUID あたり1000ポイント、A で2000ポイント期間ね、もらえるっていう風になっておりまして、500円以上のね、支払いが対象っていたがちになります。で、こちらね、利用先はね、結構いろいろありまして、マックとかスシローとかサーティワンとかね、格安とかね、結構いろんなのがあって、家電とかね、あと日用品とかもね、入っております、ね でこれ結構いいんじゃないかななんていう風に思いますのでぜひねエントリーしていただいて500円以上ですねネット払いでね UPay 使っていただくとね5%還元という風になりますのでぜひねこちらエントリーしといていただきたいななんていう風に思います次にポイントサイトの案件ですねまずこちらですね楽天証券来ましたね1万4 0 0 0円しかもね口座開設と 一万円の入金ですよね。はい。30日以内に一万円の入金で対象ということで、こちらね、取引いらないんですよ。楽天証券。 ですので、口座解説して1枚入金していただければ1万4000円分もらえてしまうっていうふうになりますので、ぜひね、こちら参戦していただければなぁと思います。まあ、持ってる方がね、結構多いかなぁなんていうふうに思うわけなんですけども、まあ、持ってない方はね、このタイミングで口座解説で1枚入金していただくのがね、非常におすすめっていっただきになります。私のね、アメックスのね、チャージルートとかね、紹介させていただいておりますけども、このね、楽天キャッシュとかでね、あの、投資信託購入するときにね、この楽天証券っていう のはね、まあ、必要になってきますし、まあ、iPhone の方もね、こういったルートで利用することができるわけなんですけども、この楽天証券がないとね、この積立 NISA とかね、都心信託購入ね、アメックスケールでできるんですけども、まあ、こういったのにもですね、楽天証券ないと利用することができないっていう風になりますんでね、ぜひこちらえ、持ってない方は講座解説ね、検討していただければなと思います。それでは次にですね、まさかのビーブル証券2万ポイントまで、 上がりました。新規口座解説と完了で2万ポイントということで、まあ私がやった時はね、口座解説だけで、まあ、5000円とかの時にね、私はやったんですけども、まさかね、2万まで上がるとは正直思わなかったですね。で、こちらね、えー、めちゃくちゃおすすめっていう風になっておりまして、口座解説と、えー、入金ですね、一括5万円以上の入金、またね、新規会員登録後、えー、30日以内に取引完了された方が対象、取引金額に条件はなしということで、まあ適当にね、アメリカ株とかね、手数料 かからららなないいもものを買っってて売却すすればねこち2万円もらえるっていう風になりますんでめちゃくちゃいいですね。で、注意事項としてはえ、入金後45日間出勤しないことっていう風になりますんで、ポイント付与されるまでね、あの、出勤しないようにね、していただきたいな、なんていうふうに思います。こちら2万ポイントなんでね、ANA マイルにしたら1万4000マイルとかに交換できますんで、めちゃくちゃいいですよね。 はい。ですので、このね、ビーブル証券に利用されてない方はですね、ぜひね、利用ね、していただければな、なんていうふうに思います。それでは次にですね、全然話題になってないんですけども、このウィンチケットっていうのはですね、今ね、友達紹介キャンペーンがやっておりまして、 非常に強いです。まずね、ポイントサイトで600円分のポイントが取れて、またね、公式サイトで登録して、本人確認していただくだけで1000ポイントもらえて、この1000ポイントっていうのはね、この競輪で利用することができるポイントなんですけれども、1000分のポイントがもらえます。またね、友達紹介キャンペーンがやっておりまして、さらに1000ポイントもらえるっていう風になりますんで、えっと、2000ポイントもらえるんですよね。で、またですね、3人紹介すると7000ポイントね、確実にもらえるって っていう風になりますんで、こちらね、あの、ご家族とかでね、参戦していただくと、合計1万ポイントね、もらえるっていう風になりますんで、これね、利用していただくのがかなりいいのではないのかな、なんていうふうに思います。で、またですね、このウィンチケットっていうのはですね、今ね、キャンペーンをやっておりまして、 こちらですね、毎日 20, 20時30分からミッドナイト経輪でえ、ミッドナイト9時っていうのはね、毎日やってるんですよね。で、このミッドナイト9時ね、えっと、出演者の生放送されてるかごめんなさいちょっと生放送見てないんでわかんないんですけども、当たる、え的中するとですね、9時が引けるっていう風になっておりまして、まあ私ね、こちらえ、開始の翌日ぐらいから参戦してるんですけども、今現時点でですね、もう300円分ぐらいね、溜まってるっていう風になりますんで、これね、非常に におすすめです。こちらは、あの、もらったポイントね、かけて、えっ、ー、と、当選すれば、えー、出勤できるっていう風になりますんで、このね、ウィンチケットね、定期的にね、どでかいキャンペーンやってくるっていう風になるわけなんですけども、本当にね、あの何、何、十万とか何百万とかね、えー、当たってる人もね、ツイッター等々でいらっしゃるみたいですので、えー、ぜひね、こちら、特にね、お金がかかるわけではございませんので、ぜひね、参戦していただければなと思います。またね、 ウィンチケットはですね、ペイペイの銀行と登録していただいてね、エントリーしていただければですね、漏れなく1500円分ね、もらえるっていうふうになりますんで、こちらもね、ぜひ利用していただければなぁと思います。こちらもね、特に入金する必要はなくてですね、えウィンチケットね、未登録の方は、新規登録していただいてね、エントリーしていただいて、もしね、ウィンチケット登録済みの方はですね、口座登録していただいてエントリーしていただければ、1500円分もらえるっていうふうになりますんで、どちらもね、特に あの、入金する必要はなく、1500円もらえてしまうっていう風になりますんで、これはね、めちゃくちゃおすすめです。私もね、後でこちらね、あの、私はもうウィンチケットね、登録してますんでね、後でこの PayPay ペイペイ銀行ね、あの、紐付けておきたいな、なんていう風に思います。めちゃくちゃいいですよね。紐付けるだけですからね。それでは次にですね、また帰ってまいりました。ポンタポイントは必ず増えるポイント定期預金第7弾ということで、こちらね、来週の月曜、12月の4日11時から2、12月の2 22日までですね。 ホンタポインンンイトを入れててていいただくくととと必ずねね定期預金ということでえ確実にに上ががってねえ戻っ戻るキャンペーンが開始になります今回はね、なんか上がる下がるみたいなのを選んで、正解コースは5%にアップするみたいですね。まあ、ひとまずね、あの、下がることはございませんので、めちゃくちゃお得です。こちらはね、またあの、開始になりましたらですね、12月4日11時頃にですね、動画のコミュニティなんでアナウンスしたいな、なんていうふうに思いますので、こちらね、必ず利用してください。確実に ポイント増えますんでね。それでは次にですね、D 払いで杉薬局 P&G 共同企画ということで、杉薬局で D 払いね、対象商品ね、P&G の商品購入していただくと、最大 30%D ポイント還元ということで、1回,1回あたりね、10えー、1000円以上のお買い上げで10%、えー、2000円以上で30%っていう風になります。で、上限がね、1000ポイントっていう風になりますんで、3400円ね、利用していただければ、30%のね、えー、1000ポイントがね、取れるっていう風になっておりまして、まあ カミソリ等のね、商品は対象外みたいなんですけども、またね、D 払いの支払いは対象外というふうになってるわけなんですけども、このね、P&G の商品であればですね、30%ね、ポイントバックっていうふうになりますんで、 めちゃくちゃおすすめです。というのも、このね、D 払いのキャンペーンっていうのは、基本的にね、あの、銀行口座から D 払いに入れたり、またね、D カードで支払わないとね、こちら、えー、対象じゃなかったりするんですけれども、こちらね、エントリーしていただいてですね、D ポイントでね、支払った分も対象っていうふうになりますし、 他のね、クレジットカード紐付けて、利用した分も対象っていうふうになりますんで、まあ、アメックスとかもね、こちら、ディーバレーね、紐付けることできるっていうふうになりますんで、まあ、私もこちらね、参戦しようと思っておりまして、まあ、お子様のね、あの、おむつとかね、洗剤とかね、購入しようと思ってるんですけども、これはね、非常におすすめですね。エントリーに忘れずにね、していただいて、利用ね、していただければな、なんていうふうに、 思います。で、こちらにね、D 払いであれば、どの支払い方ォでもキャンペーン対象になりますかということで、支払いされた際に D 払いで参加可能な対象店舗の店頭で D 払いのコードを見せてお支払いいただき、 D 払いのお支払い方法に以下のいずれの設定している場合が本キャンペーン対象になりますということで D イのお支払いの方法で以下を指定ということで D カード払いですね電話料金合算払いあと D 払い残高からの支払い D カード以外のクレジットカードからの支払い D ポイントの利用ということでポイントを使ってもね OK ですし AMEX とかね他のクレジットカードから紐付けで支払ってもね対象っていうふうになりますんでめちゃくちゃ利用しやすいですよね なぜかね、ID だけはね、対象外みたいなので、まあ、この点だけはね、注意しといていただきたいな、なんていうふうに思います。それでは次にですね、ソニーバンコーレットがですね、デザイン変更ということで、まあ、A ね、ソニーバンコーレットとかね、普通のソニーバンコーレット持ってる方ね、多いかと思うんですけども、こちらね、カード番号のとかがね、全部裏面にね、あの、記載されるデザインね、変更になるみたいですね。12月の2、3日以降ね、発行する、このね、 ソニー・バングレットのデビットカードがね、こういった形になりますんで、こちらぜひね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。非常にスッキリしてね、かっこいいですよね。 それでは次にですね、プラチナプリファードのね、エクスペディアオードリーホテルズ .com の還元率引き上げということで、三井住友もプラチナプリファードね、ありますよね。こちらの、えー、っと、エクスペディアのね、利用分が14%に引き上げということで、通常の1ポイントと合わせてね、15%還元に、ね、なるみたいなんですよね。これが2024年の3月1日からっていう風になりますんで、こちらね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。ちょっとね、先になるわけなんです ですけどもこのねあエクスペディアねあの利用されている方もいらっしゃると思いますしまあ日本国内のねあのマリオットとかヒルトンとかね宿泊しない時になんかお得な方法ないかなと思った時にですねこのね三井住友プラチナプリパード保有されている方はですねこちらね15%還元っていうふうになりますんでめちゃくちゃいいですよねねまあ、一応、ね、サービス税金のね。 あの、料金抜かれるわけなんですけども、それでも15%還元っていう風になりますんでね。こちらぜひね、覚えといていただきたいな、なんていう風に思います。 それでは次にですね、楽天カードがなんとね、カード番号やセキュリティコードがね、アプリケーションから確認できるようになりましたということで、こちらね、アップデートね、していただくと、えー、アプリからですね、カード番号とかね、確認できるようになりましたということで、楽天カードね、まあ持ってる方ね、非常に多いと思いますけれども、ぜひね、アップデートしといていただくと、まあ、出先とかでね、カード番号知りたいみたいな時にね、 利用しやすくなるかななんていうふうに思いますので、ぜひこちら覚えておいていただきたいななんていうふうに思います。 それでは次に JAL ですね。ロッテ免税店銀座来店マイルはトリプルマイル選べるキャンペーンということで、こちらね、11月の20日からね、始まってるキャンペーンなんですけども、ロッテ免税店銀座でですね、来店していただくだけで50マイルがね、もらえるキャンペーンがやっております。またね、100円につき3マイルね、もらえるわけなんですけども、まあこちらね、いずれかをプレゼントっていう風になっておりますんで、ぜひね、あの、近くに住んでる方はですね、ロッテ銀座、高級プラザ、銀座8階、9階にね、ご来店 10マイル50マイルもしくは商品購入に対して100円ごとに3マイルもらえるっていう風になりますので。 近くに住んでいる方であったりですね、銀座行く機会ある方はこちら覚えておいていただきたいななんていうふうに思います。それでは次にですね、JMB ダイヤモンド JGC プレミア会員限定の方ですね、ユニバーサルスタジオジャパン JAL 貸切プレミアムライトへのご招待キャンペーンということで、JMB ダイヤモンドもしくは JGC プレミアね、持っている方はですね、600組1200名様、ユニバーサルスタジオジャパン JAL 貸切プレミアムライトね、招待キャンペーンがやっております。 こちら応募期間がですね、11月の24日から10 2020年1月7日までですね、エントリーがね、必要っていうふうになっておりますんで、JMB ダイヤモンド、JGC プレミアムの会員の方はですね、こちらえぜひね、応募しといていただければな、なんていうふうに思います。私はね、あの、どちらでもございませんので応募できないんですけども、JMB ダイヤモンド、もしくはね、JGC プレミアムの方はぜひね、こちら応募しといていただきたいな、なんていうふうに思います。 それでは次にですね、なんとですね、有料機内食グレードアップサービスということで、機内でのお食事より豪華に特別な空の種をお楽しみくださいということで、エコノミークラスプレミアムエコノミーですね、有料機内食アップグレードサービスを2023年11月27日より開始いたしましたということで、11月27日からですね、機内食、ね、アップグレードできるようになったということで、こちらね、結構びっくりなんですけども、 こちらね、知ってますかね非常にね、人気があると思うんですけども、このうなぎだったりですね。こういったものをですね、有料アップグレードできるということで、いいですよね。はい。これはちょっとね、利用してみたいですね。 はい、えー。対象路線は JAL、えー、運行の日本羽田発の、えー、欧米豪州線東南アジア線ということで、一部ね、深夜便を除かれるみたいなんですけども、えー、こちらはね、対象になっております。で、料金なんですけども、えー、日本地区に関しては3000円というふうになりますんで、まあ、そんなに悪くないですよね。もうちょっと高いのかなと思ってたんですけども、結構安いですよね。まあ、こちら3000円で、えー うなぎ食べれるんだったらえ結構ね利用する方多いんじゃないかななんていう風に思いますんでねぜひこちら覚えといていただきたいななんていう風に 思います。で、予約クラスはね、エコノミークラス、プレミアムエコノミークラスのお客様ということで、申し込み期限は国際線出発の25時間前までっていうふうになります。で、購入方法はね、JAL ウェブサイトにで、同時の航空券購入際に、もしくはね、航空券購入後に予約詳細画面より購入いただけますということで、こちらね、特典航空券の利用もね、できるみたいなので、ぜひね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。いや、これはいいですよね。 去年あったらね、絶対アップグレードしてたと思うんですよね。それでは次にですね、ANA 駿河銀行 ANA 支店ということで、こちらね、ANA 支店冬のマイルプレゼントキャンペーンということで、ウェブで完結最大5,500マイルプレゼントキャンペーンということで、駿河銀行 ANA 支店で、こちらね、口座開設するだけで、ANA マイル1000マイルがもらえる。 っていうキャンペーンがね、やっているんですよね。まあ、それ以外はですね、もうお好みになるわけなんですけども、まあ、口座解説、銀行ですからね、銀行の口座解説だけで1000マイルもらえるんだったら、まあ、そんなに悪くないのかな、なんていうふうに思いますんで、ぜひこちらね、気になる方、利用していただければな、なんていうふうに思います。一応ね、こういった、え、給与振り込むに指定するとね、もらえたり、 固定電話,電話、電話番号のね、料金引き落としとかね、設定していただくと、毎月5マイルとかね、まあこういったのがやっておりますんで、まあここらへんね、お好みになるわけなんですけども、このね、a n a マイレージクラブフィナンシャルパスデビットカードっていうのはですね、ちょっと前にね、話したと思うんですけども、こちらね、海外旅行保険がね、自動付帯なんですよね。まあそんなにね、めちゃめちゃ保証がね、デビットカードなんでね、めちゃめちゃいいわけじゃないんですけども、一応お守り程度にね、発行するのはね、非常におすすめっていう風になっておりますんで、こちらね、ぜひ、 今回の機会にですね、口座解説していただくのね、いいのではないのかなと思います。私もね、こちらを発行しようと思っております。それでは次にですね、ANA のね、ライフソリューションサービスなんですけども、2025年のですね、一部ね、対象サービス変更がね、発表されまして、こちらはね、今のね、あの、ANA ライフソリューションズの対象のサービス一覧なんですけども、ANA マイレージモールがですね、2025年、来年以降のね、やつに、えー 変更になってね、あの除外されるっていうのが、えー、記載されております。ですので、えー、2025年、来年1年間のね、ライブソリューションでは、このね、ANA マイレージモールっていうのはですね、入らないっていう風になりますんで、この点はね、注意してください。で、またですね、変更点はね、以下になりますということで、ANA リサーチ、ANA セレクション、 ペグイン、ちょっと読み方がわかんないですけど、こちらが追加になるみたいですね。で、またですね、え、以下のサービスやは、マイル及び ANA スカイコインを使ってサービスを利用した場合も対象になりますということで、ANA ショッピング、A スタイル、ANA セレクション、ANA ストア、スカイ、ANA モール、ANA トラベラーズ、ANA フェスタということで、まあ、ここら辺でですね、ANA スカイコインを利用した場合であってもね、こちら、カウントに入るっていうふうになりますんでね、 この点も覚えておいていきたいのと、2025年度から ANA マイレージモールと ANA カードの入会継続によるボーナスマイルについては対象外ですということで、ANA マイレージモールがね、対象外になって、またね、ANA カード入会継続のボーナスマイルについては対象外ですということで、マイル貯まる加盟店としてカウントされませんっていうふうになりますんで、来年からね、こちら変更にね、一部になりますので、この点はね、 え、利用されている方は、ぜひね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。それでは次にですね、住ン SBI ネット銀行のプラチナデビットカードですね、とうとう12月1日をね、過ぎましたということで、今までね、ラウンジキーだったこのプラチナデビットカードですね、プライティパスに12月1日から変更になりました。変更になりましてですね、まあ年間の利用回数ね、ラウンジキーだった時が3回だったわけなんですけれども、プライティパスになってね、どうなったかというと、3回 までっていう風になりますますたね、事前のアカウントは登録必須ではございませんということで、このね、プラチナデビットカードをね、提示でも利用することができるっていう風になりますんで、これは非常に楽でいいですよね。ですので、まあ、年3回ですね。 こちらね、無料でプライティパスね、利用することができるっていう風になりますんで、このね、プラチナデビットカードね、本当にモバイル保険もね、強くて、プライティパスも3回ついて、海外旅行保険も自動付帯で付いてたりしますんでね、年会費1万1000円にしてはですね、非常にいいですね。 はい。ということで、今回ですね、ちょっと細かい話、まとめてね、紹介させていただきましたけども、今週もね、非常にたくさんなことがあって、またね、12月1日を過ぎてですね、非常にキャンペーン多くなってね、えちょっとね、動画長くなってしまってね、申し訳ないわけなんですけども、まぁ、あ、今回ね、話した内容すべてね、公式サイトあるものはね、概要欄に載せておきますので、気になるもの、エントリー必要なものはですね、そちらからね、利用していただければな、なんていうふうに思います。ということで、今回の方はね、この感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私 Twitter、Instagram、LINE 公式アカウントやっておりますのでぜひチェックしていただくととても嬉しいですそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ